はい、みんなおかえりペルです。本日は収納怪物盾の実況やっていきたいと思います。で、今回はね、英語縛りでやっていきたいと思います。もう英語を喋ったらダメということで。で、英語を喋ってしまったら、己の方を一発ビンタするという縛りでやっていきたいと思います。よろしく。さあ、やっていきましょうか。こんちは、お化け統一野郎どもでいきますんで、よろしくお願いします。さあ、対戦相手の、収納怪物、上から被り物、ゾウ、おの、冷蔵庫化け、鋭い魚、戦闘機ですね。でこちらは上から女、照明、お茶、戦闘機、剣、被り物なんで、いや、ここは、やっぱり被り物とステルスがやっぱり強いので、そこを見れるように耳、被り物は出していきたい。で、他のポケモンマジで何し、他の収納怪物も何をしてくるかが全く読めないので、こうお茶でいきます。お茶かぶりこれ、メスガキでいきましょう。はい。いや、結構、きつい。正直、これ結構きつい。さあ、BGM は、バラです。バラ戦ですね。いや、この曲めちゃめちゃいいですよね。さあ、対戦お願いいたします。いや、このゲーム、この遊戯、めちゃめちゃに英語が多くて、すぐ言ってしまう。ここね、正直じゃんけんです。ここは。大増減してから、大お化けをする場合が多いんですけど、竜矢を撃たれると厳しいんですけど、だとしてここの被り物に行った時に、大お化けをされるときついんですよね。なので、じゃんけんっすね、ここは。じゃんけんなんで、空破っていきたいと思います。ここは、ダイマックス、ゴース、お化け潜り。お化け潜りなら美味しいです、ここは。正直、お化け潜りはマジで美味しいです。さあ、お化け潜りは、ここ美味しくて、これ、殻を破る2回詰めるんですよ。今何をしているかというとですね、ちょっと皆様に言いますと、このお茶というポケモンは、この殻やぶを積むと、まあ、A2 段階し、攻撃が2段階と C、特攻が2段階と素早さが2段階上がるんですけど、ですね、ちょっと待ってよ。不意打ちあるな、これ。不意打ちあるぞ、これ。いや、でも結局ここで、すべてお前に託すはできないので、いや、ここはしょうがない。積むしかなくて、で、不意打ちがどうかって感じなんですよ。不意打ちゲーミングが、ゲーミング？不意打ちがあるかないかでかなり変わってくる。正直ここはね。ちょっと、でも、割とこの戦闘機って、不意打ちを積んでないことも多いんですよ。割とね。で、いや、ここは不意打ちを積んでると予想で、ここは不意打ち積んでると予想、バトンタッチ、すべてお前に託すをやって被り物に、やります。何？不意打ちじゃない！不意打ちがないなら逆に、いや、不意打ちがないなら逆にここは、いや、不意打ちがないなら逆にここはもう、影じゃねえわ。この、化けの皮野郎が、もう暴れに暴れます、今。さあ、今。それは大きい、うますぎる。これ美味しいですよ。
正直今もう誰にも止められないのよ。今見てください、これ。誰が止めれるんですか、このポケモン。このポケモン誰が止められるんですか。これもうね、こっちでいいです。危ねえ、今言いかけた。影爪でいいです、影爪で。もう、影打ちじゃなくていいです、ここ。影爪で、一撃なんで。タスキか違うね。これもう止められないじゃないですか、これも。誰が止められるんだ、この怪物を。おい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 、止められないぞ。最強の収納怪物ですね、これ。さあ、わけわからん魚出てきた。わけわからん魚が出てきたけども、もうこれ、もう、あともう影爪ぶっぱで終わりです。早っ、アクアジェット。ああ、はい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 。先制技ですね。アクアジェット。水突撃ですね。水突撃。いや、その代わり、防御力がアホほど下がってるんで、今。何されても即死。なるほどね。はいはいはい。ここ、タスキ。いや、ここは、影打ちあるんで、影打ちがあるんで、これは取れる。アクアジェット、水突撃は多分、プラス1なんで、そうだね。勝てる勝てる勝てる。いや、これはもう止まられない、止められない。やめられない、止まらない、カッパエビ戦。いや、これ勝ったな。これは勝利いただきました。ありがとうございます。化けの皮無双でした。いや、これガチで強いんだよね、このね。このお茶化けの皮、マジで最強、これ。これはちょっと効いてないっすね。いや、影打ちしかないっすよね、ここは。とりあえず剥がすとこだけ考えよう。とりあえず剥がす。はい、剥がす。わ、ここは剥がして正解、剥がして正解。後ろにね、メスガキがいるんで。後ろにメスガキがいるんで大丈夫です。さあ、削れるけど、相手はシャドウウォーク。影爪で、まあ、ここは死ぬのは仕方ない。いや、これは、いけるんじゃないですか。メスガキパワーで。これメスガキパワーで押せるんじゃないですかね。これはいけるべ。いや、ここ大ま、大上限切ります、ここは。大上限切らないと、この子めちゃめちゃに火力っていうか防御力やばいんで、終わってるんで、こ普通に死ぬ可能性があるので、ここは切ります。いや、いけるべ。いや、いけるでしょ。さすがに。さすがにいける。さあ、俺の主人公がとても可愛い。さあ、大きくなれ。さあ、大きくなれ、大上限。さあ、大上限に大お化けを食らわせて、もうこの、勝利いただきました。ありがとうございます。GG。良い戦いでした。ありがとうございます。いや、これはいったべ。さすがにいった。さあ、大上限を切ってくる。危ない。お互いに今、俺はもう、疲労マックス、頬の痛みマックス。マックスって何回言うんだよ、俺は。もうね、日常生活からね、もう、馴染んじゃってるんですよね、英語ってやっぱり。英語の大切さがわかるね、マジで。さあ、大お化け。どれから行く？マジか、落ちない。落ちないけど、落ちないで。落ちないけど、落ちないで。落ちないけど落ちないで落ちないで耐えて耐えろ。やばいやばい、これ絶対絶命、これ絶対絶命ですね、これ。あ、これ終わったくせー。いや、これ多分抜いてないですね、上ね。いや、ライバル、いい戦い友達のホップ楽しそうなやつも言ってたんだけど、このギリギリな状況で勝つからこそ俺はね燃える。だからこそここで勝つ。俺はこのギリギリな状況で勝つ。それが俺の戦い。終わらせてやるよ。いけ！ボットでシャドーボール！